メジャーな映画というのは三幕構造でできてるんですよ。スターウォーズもアナと雪の女王もスタンドバイミーも全部この三幕構造でできてる。キャメロン実験してですね、ここの部分、底の部分だけがくっついて、こう折れて、最初沈み出すと。そうするとこいつが重みで引きずられて、で、ガッと前半分が落ちて沈んでいったら、今度は逆にですね、沈みかけてた後ろが一回コルクビーンのように浮かんで、でまたこう垂直に沈んでいくと。 実験でわざわざ検証までしたんです。ローズが船が少ないから、そのた、みんな助かるはずがないっていうのは、この映画の中でのフィクションなんだ。乗組員も、一等の乗客の男性たちも紳士的に振る舞ってたのは、沈んでも大丈夫だと思ったからだね。こんばんは、岡田敏夫ゼミです。ゼミ生の皆さん、どうもこんばんはです。 えー、今日5月9日ですね、日曜日ですね。もう連休も終わっちゃいました。こんばまんまです、えーあのー。今日ね、長いです。もう本当にね、レジュメも久しぶりのね、30枚超えなんでですね、えー、2時間確実に超えるんでですね、あのー、もう焦らずにゆっくりやります。<laughs> タイタニックね、2回でやろうと思ったらこんなことになっちゃったんです。も、ま、う、あ、しょうがないですね。一応、あのー、今日お品書きというのはですね、 タイタニック後編ですね。第394回。もうすぐね、400回になりますよね。すごいね。<laughs> この全員も毎回毎回2時間ぐらい喋るのをもう400回ぐらいやってるんだよね。で、まあ、あの、無料の方ではですね、キャメロの話まずしたいなと。で、あとプレイビズ、あとデルトロ。で、ここからタイタニックの話になって、なぜ、まあ、衝突したのか、沈没したのか、ローズの決意ですね。 で、まあ、あの、三幕構成について話すのと、あと今日最後にですね、あの、切り抜きを開始するって告知しますので聞いてください。で、限定に入ったらまたキャメロンその2、もうキャメロン話がガーッとデカプリオの話があって、で、そっからようやっとですね、あの、タイタニックの最後の方ですね、ラストのですね、まあ、謎解きみたいなのを話そうと思います。プレミアムの方はま、世間話なので、ま、あま、あのまあ、のんびりに見てください。 えー、あの、さ今も言いましたけど、無料の最後ですね、岡田司夫ゼミの切り抜き動画について、あの、お知らせがあるので、まあ、あの、興味ある方は待っていてください。あと、あの、えー、今月からですね、あの、オンラインショップで、というか、まあ、今日からですね、オンラインショップで、ステッカーの第5弾ですね、ステッカーの、だいたい半年ぐらい前のやつをですね、3つセットで販売してるんですけど、第5弾が発売されてますのでですね、興味がある方は、まあ、あの、買ってみてもよろしいのではないでしょうか。えー、では、早速ですね、タイタニック後編。 えー、行きましょうか。まあ、もう本当に、ね、ゆっくり話しますね。えーまあ、ここからだね、じゃああのまあ、ジェームス・キャメロン、この左側の背の高い人です。えー、1954年8月生まれだから僕より4つ上ですね。まあ、だから、えー、今年で,です、ね、67になるんだろうな。 カナダの出身です。4回離婚して、今5回目のですね、あの、5人目の奥さんがいますね。で、隣にいるですね、この太ったおっさんはですね、あの、親友のですね、ギレルモ・デルトロですね。パシフィック・リムとか、あの、あの、まあ、シェイブ・オブ・ウォーターの監督というふうに言えばいいのかな。あの、まあ、10歳下のですね、メキシコ人の親友の監督ですね。えー、高校の時に、あの、キャメロンっていうのはですね、 割とあの、面白い人でですね、高校の時にですね、あの、カナダからカリフォルニアに移住しててですね、で、大学もカリフォルニアのですね、州立大学行ったんですね。でも、中退したんですよ。で、なんでかっていうと、5人の兄弟を、えー、食わせなきゃいけないということで,ですね。まあ、そのためにトラックの運転手をやってたんですよね。で、この時期にですね、高校の同級生のですね、あの、女の子と再会してですね、この高校の同級生の女の子がですね、あの、ウェイトレスしてたんですよ、レストランで。 で、一目惚れしてですね、結婚したと。あの、ターミネーターでサラコナーがですね、もともとファミレスでウェイトレスやってたのはですね、もう高校の時のこの彼女のイメージなんですね。再会した時にですね、自分がトラックの運ちゃんやってて、入ったドライブインレストランでですね、ウェイトレスやってて、かっこいい働く女かっこいいもうほんと、キャメロンはね、働く女に弱いんですよ。で、一目惚れしてですね、働く強い女が好き。まあ、そういう男なんですね。しかしですね、トラックの運転手をしてて、まあ、それなりに満足の 生活だったかもわかんないですけど23歳の時にスターウォーズ見ちゃったんですよねで、スターウォーズ見た時のもう言い草がこれもやっぱりあのデルトロに言ってるんですけどもこの映画は俺が撮るべきだったなんで撮れなかったのかと、俺がトラック運転手なんかしてたからだっていう風に言うんですねだからもう自分の才能に関しては疑ってないんですよトラック運転手さえしてなかったらスターウォーズを俺が撮ってたって思ってですねで、友達と2人でですねあの。 ゼノジェネシスっていうですね、SF 映画をですね、3 5ミリの自主映画を撮るんですね。最初から3 5ミリの自主映画ってなかなかすごいんですけども、YouTube で見れます、ゼノジェネシスっていうタイトルですね。で、もう内容がですね、もろにターミネーターなんですね。もうメカデザインから動きからですね、全部ターミネーターで、あもうあの頃からイメージ完成してたんですよね。で、このゼノジェネシスって3 5ミリのフィルムを、まああの、自分の 履歴書というのかなとして持っててですね、ロジャー・コーマンというおっさんに会いに行きます。ロジャー・コーマンっていうのは、まあ、定予算の帝王とかですね、B 級映画の帝王っていうふうに言われた男でですね、あのー、まあ、めちゃくちゃ安く映画を作るので有名な人なんですよ。で、割とね、才能のある人だったら、 それまでのキャリアとか関係なしに雇ってくれるんですね。しかしですね、ロジャー・コーマンの映画会社に所属したんですけども、与えられた仕事がですね、またもやトラックの運転手だったんですよね。だから、コーマンの映画って安いから、アメリカ中の安い場所にいっぱいロケに行くので、そこに行く専門のトラック運転手になっちゃったんですよね。で あの、まあ、こういう待遇に不満なキャメロンはですね、あの、コーマン自身に売り込みを開始するんですけども、あの、宇宙の七人というですね、僕もこれ映画館で見たんですけども、まあ、スターウォーズブームの頃ですね、あの、三流の SF 映画がいっぱいできたんですよ。で、その中で荒野の七人、もともとは、 クロスアキラの七人の侍があって、それをなんかこうネタにした、えの、荒野にし、荒野の七人というですね、まあネタにしたというかですね、パクってですね、映画があってですね、それをさらにパクって、宇宙の七人というですね、あの、どうしようもないですね、あの映画をですね、ロジャー・コーマン作ったんですけども、僕も昔見て、メカデザインだけやたらいいなと。特に宇宙船の着陸客が伸びてくるところとかすごいかっこいいんですねでも後で資料を見ると、その、まだジェームス・キャメロンが無名の頃に、この新人の 美術やってるやつが一人で勝手にその,あのデザイナーがデザインした宇宙船のデザインとかを勝手に変えてでトイレットペーパーの芯とかを利用して宇宙船をですねかっこよく作り直したっていう書いてあってこれ、センサーあるなってその頃から思ってたんですけどもですねの宇宙の人にですね最初だからミニチュアの手伝いだったんですよ。 ミニチュアるま一つ作るようになって、それどころではなくてですね、うん、宇宙船のデザインを自分でやってコーマンに売り込み出すんですね。監督とかコーマンに売り込み出すんですよ。でもう手口がまるで、 太陽の王子ホルスやってる時の宮崎駿と同じなんですよね。あの、東映動画でホルスやるときに、宮崎駿はただに新人の動画で入ったはずなのに、いつの間にかイメージボードを書いてそこら中に貼ってですね。で、こんなシーンがあるはずだと言って、高畑久はその時は、うわ、こいつ使える天才だと思ったんですけど、アルプスの少女ハイジの頃になると、宮崎駿の勝手にさせるわけにはいかんと言って、宮崎駿の力を抑えることを考えたんですけど、まあ、本当にあの、キャメロンってですね、アメリカの宮崎駿なんですよ。 そういうやつなんですね。で、まあ、まあ、いろいろ自分の能力を見せつけると。で、おまけにですね、あの、勝手にですね、フロントプロジェクションのですね、あの機械を作っちゃったんですね。フロントプロジェクションっていうのは、合成とかの手間をなくすためにですね、えー、なんだろうな、スクリーンの前で俳優に演技させる。で、えー、俳優の真正面からですね、あらかじめ撮った特撮の映像を映写するんですね。 そうするとですね、まあ、あの、うまく映写すると、この後ろのスクリーンとか、あとレンズとかの作用も相まって、ロケしなくてもですね、まるであのその場に俳優がいるような絵が撮れるというですね、そういうまあ便利な機械で、2001年宇宙の旅でですね、使われたんですけど、これをですね、あの、どうやって作るのかっていうのを、カリフォルニア州の、やっぱり州立大学の映画科まで行ってですね、見学してきたあのキャメロンはですね、 あの、ロジャー・コーマンの映画会社の中でそれの簡単な機械作って、おまけにそれの専用のスタジオまで作って、で、それ、なんか建物を改造して、コーマンのビルを一つ改造して専用スタジオにしちゃったんですね。で、自分で所長って名乗ったんですよ。なので、周りのスタッフからは大貧縮なんですよ。この間入ったバイトのミニチュアの作る男が、いつの間にか宇宙船のデザインやって、 あろうことかビル一つ占領してですね。で、そこにフロントプロジェクションの機械を設置して、で、そこの所長って名乗ってるわけですから、これはもう嫌われて当たり前で、そのキャメロンが周りから嫌われるっていうのは、前回もちょっと話したんですけど、この頃からだったんですよね。で、まあ、あの、ところがまあ、ロジャーコマーは安くできれば何でも OK なのでですね。 どれぐらい、まあ、あの、安くできれば何でもオーケーな男かっていうと、ロジャー・コーマンですね、このキャメロンが来た時代にやってた仕事がですね、風の谷のナウシカのアメリカでのビデオ販売だったんですね。ナウシカのね、 あの、アメリカの販売券ですね、徳間から買ったんですよね。これ鈴木敏夫がですね、アメリカで売っちゃったんで、後々鈴木敏夫と宮崎駿を大喧嘩することになったんですけどもです大、ね、喧嘩の現場、僕もいました。あの、アニメージュグランプリの会場でですね、<laughs> まあ、いた、まあ、それはまあ、以前にも話したことがあるんですけど、それがね、あの、ロジャー・コーマンが買ったんですよね。でも、 え、上映時間が長いってことでも、まずですね、あの、映画をですね、20分ぐらいパーンとカットして、で、吹き替えるときにですね、勝手なセリフを入れてですね、で、おまけにですね、ちょっと、あの、テンポがゆっくりな、に、ロジャーコーマに思え、思えたところはですね、あの、早回しするというですね、ビデオの早回し機能を使って、それを再録画するっていうですね、悪魔のような手法を使ってですね、え、評判の悪いですね、アメリカ版のナウシカを作ったりしてたんですよ。まあ、それぐらいですね、安く、 あの、簡単に、よその国から買った映画でもですね、どん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 売ってるような男だったんですけど、まあ、そんなロジャー・コーマに媚びまくって、27歳でようやっと初監督作品です。えー、殺人魚フライングキラーというやつなんですけど、このフライングキラーね、あの、途中でね、降ろされちゃうんですね、実は。降ろされちゃうんでですね、キャメロンは自分の作品、フィルムグラフィにあの入れてません。 なので、公式キャメロン本には載ってないんですけど、ウィキペディアとか、キャメロンの評論本にはみんな載っててで、みんなキャメロンがこの作品のことをどんなに嫌がってるのかってのを書いてるんですけどもですね。で、しかしですね、この殺人グ、フラグキラーですね、監督降ろされる前のキャメロンはかなり命かけてました。あの、ジャマイカでね、撮影だったんですよ。 なんでそんな遠いところなのかって言うと、もうコ、コーマンですからですね。1円でも安く撮影できるところを探した結果、殺人魚フライングキラーっていうですね、軍が開発した、えー、な,なんだろうな、あの、ピラニアみたいな、でもあの、飛び魚みたいに羽がついてて、空飛ぶ魚みたいなのが人間を襲うみたいな話なんですね。で、そういうのを一番安く撮れる場所、どこかって言うと、ジャマイカだったんですね。で、ジャマイカに行ってですね、まあ、コーマンに映画撮ってこいというようなことを言ってですね、コーマンが、 あの、俳優より一日早くジャマイカ行ったんですよね。だから交通費かかるんですけど、交通費かかるんですけれども、結局アメリカでロケするとかよりもう全部安く着くという、トータルで計算したらそうなるんでですね、ジャマイカ行ったんですよ。で ジャマイカ行ったらコーマンが、あコーマンがじゃキャメロンが驚いたのはですね、現地のコーディネーターが何もしてなかったことなんですよ。現地のコーディネーター、はいもう準備 OK です、はい大丈夫です、大丈夫ですっていうのは、全部ジャマイカ乗りだったんですよね。ジャマイカ乗りでなんとかなるさ、なんとかなるさと思って、で、キャメロンが来たらですね、何一つ準備してない。それだからロケの、 ロケ半分してなければ、ロケの現場も確保してなければですね、どこでどういうふうに撮るのかのプランとかも分かってない。それどころか現地の天気予報さえ調べてないので、一体本当にこれから一週間足らずの間に全部撮らなきゃいけないんだけども、晴れるのかどうかも分かんないんですよ。で、その現地のコーディネーターとキャメロンとして キャメロン一生懸命自分を抑えて喧嘩にならないようにしてたんですけど、話してるうちに、だん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 目の前がクラ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 してですねその、そいつ、ちょっと置いといて、道へバンと飛び出したんですね。道へ飛び出して、本当にマジで、最初に、あの、通った車の前にバーンと手を出して、ちょっと待てって言って、で、中から兄ちゃんが出てきて、なんだお前危ないじゃないかって言ったら、あの、10ドルバーンとそいつに渡して、ですね。あの、 今日からお前は3日間俺の運転手兼通訳だと。えー、とりあえず俺をこの周りへなんかぐる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 案内しろって言って、その若者本当にマジで3日間雇ってですね。で、ぐる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 回ったんですね。で、1日目でとりあえず病院見つけて、警察署見つけて、で、な、な、なんだったっけななんかデパート見つけたんだったかなで、これ全部ですね、その場で撮影許可、コマン、あの、キャメロン撮っていくんですよ。 で、それもですね、その場で、あの、メモ帳をですね、そいつが持ってたんで、それ借りて、ペン借りて、もう全部後で俺が払うって言って、ペンとメモ帳を取り上げてですね、でその場で、車で移動してる最中に手書きで契約書書くんですよ。で、手書きで契約書書いて、病院飛び込んで、明日からここ使いたい。午前中空いてるか、空いてないか、じゃあ、どこだったら空いてるとか、夜空いてるところないかって言って、その病院を交渉して、撮影場所として押さえて、手書きのやつやって、で、その場で、その 病院に3ドドルルとか5ドル鉄刑金渡してはい、次行けって言って、次警察署行って、この警察署であさってロケしたいって言って、そこまでまた契約書書いて、また3ドルか5ドル、鉄付金渡してっていうのを繰り返したんですね。 その一日目の最夜、最後に見つけたのがですね、死体安置所だったんですよで。死体安置所見つけて、これはバッチリだと。なんかさ、フライングキラーの、あの、例えば遺体を解剖するシーンとかそういうので、あの、なんか不思議なものがあったこの歯は何だっていう時にこれはいいぞということで、死体安置所契約しようとしたんですよ。で、中入ったらですね、 ジャマイカの死体か、あの、暗証ですね。死体がいっぱいで、なんかあの、解剖用のベッドあるじゃないですか。そこにですね、死体があるんですけど、その上に積んで、さらに上に積んで、死体の三段傘になってたんですね。で、いくらなんでも本物の死体は使えないから、この死体明日までに片付けといてくれというふうにキャメロン言って、とりあえずその日はホテルにかって泥のように眠ったんですよねで。次の日の朝、もう、 あの、カメラのスタッフクルーとかですね、あと俳優がアメリカから来るんですよ。すいませんね。全然まだまだあの、タイタニックに入りませんけども、あと10、10分ぐらいこんな感じだと思います。で、アメリカからですね、来るわけですよ。で、来てですね、キャメロンはですね、よっしゃ、もうロケに行こうって言って、まあまあ、最初にですね、病院のシーン撮って、警察署のシーン撮って、で、夕方になったらですね、あのまあ、 光の加減が良くなるんですね。あの、いわゆる、誰が撮っても名画に見えるっていうですね。なんか、こう、夕方の光になるんですよ。いや、そこであの下、あの、下半周、あの、下半周、高いところに窓があったから、そこから斜めに刺す光で、いい感じになるだろうってキャメロン思ってですね、バーッと行くんですよ、ね。で、俳優とかを案内してですね、ドー、バーン開けたらですね、床中ゴキブリだらけなんですよね。で、ゴキブリだらけで、あーって思ったんですけど、キャメロンが、いや、 このゴキブリにも出演していただこうと、ゴキブリ撮ったらリアルじゃないかってことで、あのジャマイカのゴキブリがめちゃくちゃでかいんですこれはなんかちょっとそれなりにシーンになるわと思って、もうその場で自分でですね、カメラ回し出して、アメリカじゃないからね、 あの、アメリカのですね、そのなんか、組合がうるさくないんですね。だから、アメリカだったら本当はカメラマンがカメラ回さなきゃいけないんですけども、誰が回してもですね、別にあの、なんだろうな、えー、組合違反にならないんですよ。だからもうキャメロンそこでゴキブリとかを取り出した。よし、これも取ろう、これも取ろうということで、中へ入ってくる。で、中へ入ってたらですね、あの、約束してた死体片付けるっていうのをやってくれてなかったんですね。で、キャメロン障害うから自分でガーっと死体を向こうに押して、ベニヤ板を3枚ぐらい立てかけて、 俳優に見えなくしたんですよね。で、よし、じゃあもう、夕日がいい感じになってきたから、もうこのまま撮影始めようと思ったら、主演俳優が、そのついたての向こう何な,なのっていうふうに聞くんですよ。で、いや、あのー、死体なんだよっていうふうに言うんですね。で、キャメロンのスタッフたちは、アメリカから持ってきた、あの、死体のダミーですね。それをですね、こう、部屋の真ん中の手術台の上に置いたりしてるんですよ。で、まあ、これで撮影するはずだったんですけど、主演俳優が、いや、 そこに本物の死体あるんだったらそれ使えばいいじゃんというふうに言い出してですね。あの、なんだろうな。死体、体そのまま本当に使えばいいじゃん。リアルなんだからというふうに言って、キャメロンが止めるも構わずですね、主演俳優がベニヤ板をずらして見た瞬間に、主演俳優がゲロ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 と吐き出してですね、ちょっと収録ができなくなったと。で、 これはやばいと。まあ、あの、みんなこれはやばいなと思ったんでですね。キャメロンが、えー、とりあえずちょっとみんな、あの、外でご飯食べないかと。ケータリング用意してるんだ。と、キャメロン前の日にですね、ケータリングでご飯の手配までしてたんですね。で、みんな外へ出てですね、俳優とかスタッフが楽しく、とりあえず先にご飯食べようかと思ってご飯、まあ、あの、食べてる間ですね、キャメロンが、どうしようかなと思ったらそこにですね、あの、死体アンチションスタッフがやってきて、 これあの、墓場へ回すことになったから、一番下の死体だけ持っていくわと、三段傘の死体ですね。一番下の死体だけ持っていくわと言って、一番下の死体だけずるっと引き出して持ってったら、他の死体も床の上だんだんと落ちて、床が血まみれになってですね、キャメロンはみんなと一緒にご飯を食べずに、時々外へ飛び出て、みんなどうサラダは足りてるとか、ドレッシングここにあるよとかって言いながらですね、床掃除必死でしてですね、なんとか取ったというのが、まあ、キャメロンのデビュー作、殺人魚、フライングキラー。 って映画なんですよ <laughs> あもう、もう、レジュメなんか、ずに話してる <laughs> ところがですね、その、キャメロンですね、このフライングキラー、降ろされちゃうわけですね。いまあ、未だにトラウマになってます。で、えー、降、まあ、ろされた理由は、本当になんか、あの、ロジャー・コーマンが思ってたような映画にならなかったということで、あのちゃんといい映画になってるんですけども。 で、おまけにですね、そのロジャー・コーマンの映画自体も次の年にですね、えー、倒産してしまいました。ということで、キャメロンはですね、わざわざとトラック運転手を辞めて、ロジャー・コーマンの会社に入って、で、そこでまたトラック運転手から成り上がって、ついに監督まで行ったのにですね、えー、監督第一作でですね、途中で降ろされてで、えー、会社を倒産してしまうということになったんですね。で、 そのままですね、ロサンゼルスにですね、引っ越して、まあ、ロサンゼルスの中央部、中部に引っ越してですね、ターミネーターの脚本を書いて、売り込みを始めました。で、これが割と好評だったんですよ。で、ターミネーターの脚本の出来の良さで、ランボーの続編ですね、ランボー2怒りの脱出ですね、と、エイリアン2の脚本の依頼が来たんですよ。かなりこれでキャメロンの脚本がですね、優秀であるということがわかります。えー、っとね、ハリウッド監督って、最初の頃はね、割と、 自分で脚本を書くんですけど、途中から人に書かせるんですよね。ところがキャメロン、未だにですね、あの、最新作のアバターに至るまで全部自分で脚本を書いてるんですよ。割と珍しい監督です。脚本上手いんですよ。で、この仕事を取ってきたあのプロデューサーがですね、 コーマンの会社のアシスタントのですね、結構あの美人のですね、ゲイル・アンハードっていうですね、女の人です。えー、で、このゲイル・アンハードはですね、後にキャメロンの二人目の奥さんになってですね、えターミネーター、エイリアン2、あとウォーキングデートなのプロデューサーにもなるんですから、かなり優秀な女の人ですよね。で、この後、まあ、キャメロンのですね、映画人生はまあまあ順調です。本当にターミネーターがメガヒットして、エイリアン2もヒットしたんで,ですね、脚本家としての仕事ももういっぱい来るんですけど、もう自分で この映画を作りたいって言って作れる立場になったんですよ。しかし、えー、アビスという映画ですね。あの海の底のですねあの、まあ、冒険を描いたですね、1989年の映画で、これでね、結構ね、こけちゃったんですよね。ものすごい予算かけたんですけども、こけちゃったんですね。だでただまあ、キャメロン転んでもただでは起きないので、そのアビスで使った、えー、CG 技術ですね。水の中にいる宇宙人がですね、その水の、水だけがガーッと動いてきて、 で、それが人の顔になってっていうですね。これをですね、ターミネーター2で、あの、T1000、t っていうですね、あの液体金属でできた、あの、モンスターみたいな、えー、なんだろうな、景観からですね、あの自由に変形するやついましたよね。あれの技術に応用してたんですよ。だからか、まあ、あの、映画を一本作るために新しい技術を開発してっていうですね、割とすごいことやって、それでちゃんと後で元を取り返す人なんですよね。あの、 好きなことをやってるだけだったらどん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 仕事がなくなってしまうというのはもうやっぱ1回目のですねロジャー・コーマンのところで懲りたんですよ。それよりはヒットさせて必ず儲けてその技術を次に使ってっていうようなことでハリウッドのその出資してくれる人たちからあいつは儲かる監督であいつに好きなものさせたら絶対に儲かるよというふうに思わせないと仕事にならない。これが分かってたんですね。えビ、ー、さてですね。 してタターーーミネ2 1980で、ここでですね、事件が起きます。1985年にですね、アメリカとフランスの合同探検隊がですね、合同遠征隊っていうのかな、あの、大西洋の深海4000メートルでですね、沈んでいたタイタニック号を発見したんですね。これはもう世紀の大ニュースとして有名になりました。えー、沈んでいたタイタニック号っていうのは、 こういうふうにですね、あの、二つにへし折れた状態で600メートル離れてですね、こう沈んでたんですね。かなり離れて沈んでたんですよ。で、えー、これでまあまあ、あの、いくつものことが分かりました。とりあえず、この前半分がかなり、えー、完全な状態だというふうなこと。昔の説ではタイタニック号っていうのは、こう、 くっついたまま沈んだと思われたんですね。でくっついたまま沈んで、ドーンと落ちているなので、ぐちゃぐちゃに崩れただろうというのが分かったんですけど、実は前半分と後ろ分が離れてで、この前半分がスーッと落ちて、ほとんど静かに着水したんですね。だからこの前の方のです、ね、手すりなんかもまだ綺麗に残ってるし、窓なんかもですね、割れずに残ってる部分すらあった。これが1985年に発見されたで。次にですね、この後ろ半分はかなりぐちゃぐちゃに壊れてる。ということは、 この後ろ半分っていうのはどういうふうに沈んだのかというと、どうも垂直に沈んだんじゃないのかというのが分かってくると。なんでこんなことになったのかと。キャメロンこれをですね、あの、確かめるためにですね、わざとで、わざわざですね、あの、これのでかい模型を作ってですね、水槽の中で実験までしてるんですけども、あの、バナナ現象って彼は呼んでるんですけど、バナナをポキッと折ったら川の一部分だけで繋がるときあるじゃないですか。それと同じようにですね、タイタニック号もですね、沈むときに、 頭から沈んだっていうのは分かってるんですねで。頭から沈んでポキッと折れたんじゃないかと。これ前から言われてたんですけども、あの、いや、そんなはずがないと。折れたんではなくて、ボイライスが爆発したんだ、エンジンが爆発したんだ、いろんな説があったんですけども、結局、まあ、折れてないだろうという説に落ち着きかけたんですよ。で、キャメロン実験してですね、ここの部分、底の部分だけがくっついて、こう折れて、最初、こう沈み出すと。そうすると、こいつが重みで引きずられて、で、 がっと前半分が落ちて沈んでいったら、今度は逆にですね、沈みかけてて後ろが一回コルクビンのように浮かんで、で、またこう垂直に沈んでいくと。こういうふうな現象があるっていうのを発見したんですね。発見したというかですね、実験でわざわざ検証までしたんですよ。で、あの、タイタニック自体はですね、実はそのキャメロンが、あ、これ映画で、 作ろうかなと思ったのが、1985年に発見されて、映画作ろうと思ったのがですね、94年ぐらいですからですね。実は9年ぐらい後なんですよね。その間にタイタニック号って、かなりね、問題が起きてました。まずですね、タイタニック号自体は誰のもんでももうなくなってたんですよ。持っていた会社はですね、あの、ホワイトライン社はですね、と、とっくに倒産しているしですね、えー、沈没しても数十年経ってるのでですね、あらゆるですね、その訴訟とかが終わった後なんですね。財産権がどこにもなかった。 で遺族の遺品っていうのもですね、あの、誰もですね、その権利を主張してなかったんで、海の中にお宝が眠ってる状態だったんですね。なので、初期のですね、タイタニック号のですね、あの、タイタニック号から出てきた遺品とかですね、そういう遺跡とかというのが日本でも展示当時されたんですよね。で、ああいうのは全部実は勝手に潜っていって盗んだものなんですよ。盗んでいった、だって言ったら失礼ですけど、まあ所有権誰にもないですからね、あの、取ってきたようなもんなんですよ。 で、キャメロンはですね、これこのまんま放っといたらタイタニック号なくなっちゃうぞってすごい危機感を覚えたんですね。で、タイタニックの映画作りたいなというふうに思い出したんですけどもですね、まあ、思い出したらですね、タイタニック、あの、キャメロンね、ターミネーター2で当てた後なので、そこそこね、自由になる金、ね、あったんですよ。なので、えー、キャメロンですね、その、 ナショナルジオグラフィックのですね、その記録映画を見た後ですね、いきなり1994年ですね、モスクワに行ってですねで、ロシアの海洋学アカデミーのですね、スタッフと話します。いきなりもう本当にその映画見て、うわ、これいけるんじゃないかと思ったその日のうちにですね、モスクワまで行ったんです。で、ロシアの海洋学アカデミーというのはちょうどソ連が崩壊した後なので,ですね、1年半予算ゼロでやってたんですよ。で、ハリウッドから有名な監督が来るってことでもうみんな、 大喜びで、いや、でもしますよ何でもしますよ,何でもしますよハリウッド映画に協力しますよというような感じで、あの、歓迎した、したんですよね。で、キャメロンはですね、彼らの持っている海洋調査船ケルディック号って言うんですけど、ケルディッシュ号だ。ケルディッシュ号をチャーターします。で、えー、そのですね、ケルディッシュ号をですね、チャーターして、じゃあちょっとこの船で、あの、早速タイタニック号を見に行きたいって言ったんですけども、その時にですね、 キャメロンが持ち込んだのがですね、巨大なタイタニック号の模型だったんですよ。えっ、ー、とね、この模型大体いい、70センチか80センチくらいあるんですけど、この10倍の模型を持ち込んだんですよ。あのね、35分の1のタイタニック号の模型ですね、全長7.7メートルの模型をケルリッシュ号に持ち込みました。で 何の、もう、もう、ケルディシゴってですね、真ん中にでかいリクレーション室があったんですね。で、そこにスポーツジムがあって、いろいろですね、隊員たちがですね、休める設備があったんですけど、それ全部取っ払って外して外して、あの、一番でかい部屋にこの7.7メートルのですね、調査船ですよ。タイタニック号の模型、ドーンと置いたんですよ。で、何のためかっていうと、これが、あの、まあね、一応、ケルディシゴの、ね、スタッフたちが、ウォッカの上流装置だけは残してくれと。 密造州のウォッカの上流装置があったんですね。それだけ残してくれって言ったんで、それだけ残してですね。で、えー、実際に潜水艇に乗る、潜水艇2隻あったんですけど、あの、潜水艇2隻に乗るですね、操縦士たちに小さいビデオカメラを持たして、この7.7メートルの模型の上で徹底的にみんなに研修させたんですね。どういう状態で海底にあるだろうかと考えて、俺、多分これの映画を作ることになるんだと。で、 主人公がここに立って、ぐーっと回り込むシーンが撮りたいと。で、この回り込むシーン撮りながら、今、その昔の綺麗なタイタニック号から昔の、あの、あ今、うん、昔の綺麗なタイタニック号から現在の海底のボロボロなタイタニック号に、そのまんま、あの、なんだろうな、絵が変わる絵を撮りたいと。そのためにはお前らが完璧にどういうふうな、 絵を撮るのかシミュレーションしてくれないとわかんないんだと。だから全員カメラ持って研修するぞっていうふうに言って、えー、キャメラのですね、研修が始まったんですね。えー、それがこれ、これですね。<laughs> これね、ケルディ集合の中で、さらにですね、あの、ボロボロの状態のですね、正確なやつを作った時の,あのカメラテストなんですけども、ケルディ、あの、 船の真ん中のですね、部屋に、ボロボロになったタイタニック号の巨大な模型を置いて、で、ロシア人のカメラマンですね。ここ下もそうですね。ロシア人のカメラマンに話をするキャメロン監督なんですけど、ビデオカメラを持たしてですね、で、徹底的なシミュレーションをすると。これはあの、何かっていうとですね、プレビズなんですよ。あの、シンエヴァンゲリオンでアンド君がやったことですね。えーえー、で、あの、実はですね、シンエヴァンゲリオンでプレビズやる前に、 レビ図をです、ね、やっった作品が日本にもあってそれ何かって言ったと「ローレライ」という映画なんですよ樋口新司監督がですね2005年に作った映画でですね、えー、庵野秀明もです、ね、あの水平役で出演してるんですけどもローレライって僕昔から不思議だなと思ったのがローレライのね潜水艦のミニチュアサイズがやたらでかいんですよ 7m 以上あるんですね何で7メートル以上もあるのかと思ったらあのローレライのですね ひょっとしてと思って調べようと思ったんですけども、ローレライの資料なんかほとんど残ってないんですよ。で、しょうがないからですね、ローレライの、なんかあの、ムックがですね、ようやっとですね、古本屋で見つかったんでですね、取り寄せて調べてみたらですね、やっぱりそうだったんですよ。えー、樋口信者はですね、ローレライでですね、ローレライに出てくるあの、異号潜水艦のですね、7. 何メートル、7メートル以上ある模型作って、プレビズ取ってたんですね。で、 ななんでかなと思ったあの実はね1990年代から2000年の頭にかけて日本の映画監督とかですねアニメ監督がハリウッド映画のメイキングを見てちょうどその時 DVD の時代になったんですよ。VHS ビデオからですね DVD に流れが変わってきてです、ね、特典映像でメイキングつくようになったんですね。でメイキングがついてくるのでこれどうやってるのかどうやって撮るのかがやっと分かってきたんですよ。 それを見ながらですね、樋口真嗣とかがですね、あ、こういうふうにして撮るんだ、こういうふうにして撮れば、実はコストも安いし、本格的な絵が撮れるんだっていうのは分かってた時代なんですね。で、樋口真嗣はですね、おそらく、<coughs> まあ、さすがにこの本の中でもタイタニックとは書いてないんですけども、 あのでかいミニチュアを作ることに固執してでそれでですねプレビズですねつまりビデオカメラを持ってですねあらかじめ潜水艦の周りをなめるように撮ってであの本編でどこを CG にしてどこを特撮にするのかの割り振りっていうのを決めたっていうのが書いてあったんですね。でそれをですねまあ1984、えーね、年かなあ違うな、90あ94年だ94年の時点でやったのがこのキャメロンなわけですね。 あの、ローレライではですね、実際にその、あんまりその巨大なミニチュアによるプレビューズって効果が出なかったんですけども、まあ、あの秀明はですね、あのくんはですね、深栄場で使いこなしたというふうになると思います。で、後にですね、キャメロンがですね、あの、メキシコに巨大な、あの、スタジオを作ることになるんですけど、その時もですね、最初にですね、メキシコに持ち込んだのが、 これ、あの、その7.5メートルよりもさらに大きいですね。13.5メートルのですね、<laughs> 20分の1のですね、あの、タイタニックの模型をまずメキシコに持ち込んだんです。でなんでそんなでかい模型を最初に持ち込んだのかっていうと、これからあのメキシコに巨大なプールを作って、そこに実物でのセットを作るわけですね。で、どの向きにタイタニックを作ればいいのかっていうのを調べたかったんですね。もう 撮影期間分かってるわけですよ。大体あの4ヶ月ぐらいあって、太陽がこっこからこ、あの登ってこっから沈むっていうのが分かってるから、じゃあこの13.5メートルの模型持ち込んで地面の上に固定して、太陽がどういう風うに当たるのかっていうのをシミュレーションしといたら、後で合成用の素材作るときでも、スタジオ内で人工証明でやるときでもバッチリ分かるので、まず巨大なミニチュアを持ち込んで、現地で日が当たって日が沈むまでにどういう風うに太陽が動くの分か、どけば、 で、どの影がどこに刺すのかは分かっとけば、実物大のタイタニックを作っても、後で、え、こっちの方向から太陽、ちょっと不便だなっていうことがなくて済む。そういうふうなことを考える人間なんですね、キャメロなので、まず最初にロシアの船に持ち込んだのも巨大のミニシャ。メキシコに最初に持ち込んだのも巨大のミニシャ。そんな男なんですよ。で、えー、それをですね、まあ、あの、まあ、 えー、13.5メートルのですね、まあまあ、メキシコの話にちょっと飛ぶんですけども、あの、持ち込んでですね、最初に、あの、撮ったのが、やっぱこうプレビズなんですよね。えわ、ー、かりますかあのね、上がね、プレビズの映像で、下が実際の映画内の映像では、ちょっとあの荒れててわかるんですけど、これ僕、メイキングの映像からですね、あのちょっと抜いてきたんですよね。えー、13.5メートルのミニチュアの先にですね、人形を置いてるんですね。で、キャメロンがですね、 あの、カメラを持って、こういうふうに回り込んで撮るんだっていうシーンと、全く同じシーン。これ上のシーンも動いてたんですけど、全く同じシーンが、えー、ジャックですね。ディカプリオがですね、俺は世界の王だって言って手を広げて風をこう受けるシーン。と同じになってるんです。こういうふうにしてですね、プレビズであらかじめ撮ると、えー、なんだろうな。後に自分がどんなシーン撮りたいのかって、俳優にもスタッフにもすごい説明できるし、 で、クレーンとかを動かすときも、こういうふうに動かすんだというのは説明ができると。で、説明ちゃんとしてると失敗がないのでですね、その与えられたスケジュール内でベストの絵がすごく撮れやすいようになる。そうすると基本的にはスケジュール管理も楽になるし、良さもどん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 落ちていくっていうのが、まあ、キャメロの考え方なんですね。で、まあ、プレビュー主義っていうのは、 キャメロンが初めてですね。で、その後、ローレライの樋口真治が日本へ持ち込んで、新エヴァでアンウンの秀明がですね、初めて多分日本で使いこなしたという,ふうことになるんじゃないのかな。ちなみに僕はプレビズ面白いなと思ったのは、あの、今話してわかるように、ハリウッドでプレビズを使う理由っていうのはコストを下げるためなんですよ。あの、潜水艦で潜って、えー、タイタニックの実物を取るときに無駄な動きしなくて済むように、ロシアの潜水艦乗りたちにですね、潜水艇の操縦士に、 カメラ持たせて、こういう風に撮りたいから頼むよっていう風にコストを下げるためなんですよね。ところが、日本でのプレビュズの使い方は新映画でわかる通り、コストを下げるためではなくてですね、あの、品質を上げるためなんですよ。かっこいいアングルを見つけるため、かっこいい構造を見つけるためって品質を上げるためなんですよ。クオリティアップのために使っちゃうんですよね。あの、CG と同じです。ハリウッドで CG を使う理由は、ただ単にコストを下げたいからなんです。 でも日本で映画の中で CG 使うというのは絵のクオリティを上げたいからなんですね。これの差が面白いですね。えー、こうやってですね、えー、キャメロンはですよ、ね、海底で本当のタイタニックに会いました。本当にロシアのね、あの、潜水艇をチャーターして自分自身で潜ったんですよ。潜ってですね、えー、タイタニックを見てきたんですよ。しかし、見てきたと言ってもまだですね、タイタニックを作るというふうにはですね、え、キャメロンなかなか決心できませんでした。 あの、キャメロンはですね、そういうわけですね、タイタニックを作る前に、トゥルーライズっていう映画ですね、シュワラツネガ主演のアクションスパイ、アクションスパイコメディなんですけど1994年を完成させてですね、まあ、タイタニックには迷ってました。もうどう考えても予算はですね、8000万ドル以上かかると。80億円以上かかるし、まあ、おまけにシリーズ化もできないと。だってタイタニック沈むんだもんと。おまけにタイタニック沈んでほとんど死ぬよって結末をみんな知ってるので、 これ映画でやっても儲かんないよ。で俺作りたいんだけど儲かんなかったら俺のキャリアここでおしまいになっちゃうというふうに考えたんですね。で、同時にですね、この8000万ドルで済まないんじゃないかなってキャメロンも思ってたんですよね。トゥルーライズがね、1億ドル超えて、あのー、ちょっとキャメロンもですね、これは偉いことになってきたぞというふうに思ってきたんです。あ1億ドル超えたのはあれか。あのー、アビスだ。アビスで1億ドル超えて、で、あのー、 赤字になったのですね。そこから先トゥルーライズとかちょっと少なめのさんを作ったんですけども、キャメロンはとりあえず予算を大きくするの嫌いなんですね。そういうふうにすると、いろんな会社がいろんなことを言ってきて、どんどんどん動き取れなくなるとで。そうじゃなくて、もっと小さい作品を作ろうということですね。大騒ぎする作品じゃなくて、ET みたいなものを作りたい。小さな作品で、なんか心に残るようなですね。そういうのを映画にしたいということでですね、キャメロンがですね、 次の作品として選んだのがですね、1930年のジョージア州を舞台にしたローア社ですね。耳も聞こえなくて、あの、声も出ない女の子がですね、主人公の映画を撮ろうとしました。これはあの、えー、小説の原作権を買ってですね、で、キャメロンはですね、この小説をですね、えー、脚本に書き直し出したんですね。で、しょ。 で、脚本ですね、できたから読んでくれっていうふうにですね、あの、デルトロを呼び出すんですよ。で、デルトロをですね、呼び出して、脚本できた、俺新作の脚本できた、読んでくれというふうに言って、ねあの、デルトロ見せたらですね、デルトロがですね、おいおい、ちょっと待ってくれよ、やめろと。あの、ジョージア州の話なのに、なんでこれ舞台がタイタニックなの <laughs> って言うんですよ。なんでと。デルトロ呆れ返えてですね、お前は小さい作品を作りたい、あの、地味な、 女の子の話で、俺にもこんなのが作れるんだって、スピルバーグの ET のような小さい話を作りたいって言ってたんじゃないのかって言ったらですね、あの、キャメロンがですね、なんかもう語り出してしまったんですね。その時デルトロが笑いながら突っ込んだらキャメロンが真剣な顔して語り出して、ええー、タイタニック潜ったんだよ十10時間かけて潜る十10時間かけて潜って、 もうビニール袋与えられてトイレはもう全部そこでしろと。おしっこもうんちもそのビニール袋でしなきゃいけないと。そうやって10時間かけて潜っていったら何があったと思うとああ、4000メートルの海底に着いたら目の前にでかい山があったんだよな。で、山があって、あ、これあの山があるから越えなきゃいけないと思って、で、スクリュー回したんだ。スクリュー回したらもうね、海の底沈殿物だらけだからスクリューでぐわーっと砂が舞い上がって、 泥が舞い上がって何も見えなくなると。で、潜水艦がその山をこう、よいしょっとレーダーを見ながら乗り越えたら、で、止まったんだよと。とりあえず前に何があるかわかんないから、で、止まったと。で、止まってライトつけて、ようやっと周りの沈殿物が落ちたら、目の前に壁があったんだよ。タイタニックの胴体が目の前にバーンとあったんだよと。とあと3メートル前に進んでたら衝突してたんだ。やばいっていうふうなことで、次はスクリューを垂直に回して、 垂直上昇したんだよね。そうすると垂直上昇しちゃうとまた泥が舞うんだよ。泥がうわーっと待ってまた前が見えなくなるから危険なのでバックかましながらあの上昇したんだ。で、だいぶバックかましたらレーダーの方に、あの、1メートルぐらい下に地面があるっていうのが分かったんで、あ、じゃあとりあえず着地しよう。ゴグンと着地したとで。そこで泥があの降りるのを待ってライトつけたら、そしたら、 目の前にタイタニックのここがあったんだって。つまり、キャメロンね、ここに着陸してたんだよ。多分、最初、ここ、ここにですね、あの、近くに、目の前にあった壁っていうのはここで、で、こっから水上昇して、偶然このタイタニック号の前の甲板だよね。ここに着陸して、で真正面にこの窓を見るような感じ。で、この窓が、 まだ全部ちゃんと残ってるんだ。で、あのー、も,うもちろん、その瞬間は、すごいって思ったんだけども、1秒も感動しなかったと。0.5秒ぐらいは感動したんだけど、すぐによし、カメラ回そうと。とにかく10時間かかってここまで来ている。で、おまけに、まだ正式に契約してないから、この調査のための、この、 ロシアの調査船のチャーターから潜水艇のチャーターまで全部キャメロンの自腹だったんだよね。なので、とにかくカメラ回そうと言って、カメラ回してバーっと撮ったと。で、あの、最後まで、例えば、タイタニックの沈む時にね、あの、楽団が演奏していた場所とかも撮ったと。これも、後で映画撮る時は絶対ここ使うことになると思ったから、もうそこを撮ろうと綿密に、 その7.5メートルの模型作って何回も何回もシミュレーションしたんだから、そこを正確に、まあ、具体的に言っちゃえば、こ、ここなんだけども <laughs>、ここをこう <laughs>、あの潜水艇で通り過ぎて、ちゃんと2台、潜水艦2台じゃあしたんだよね。1台を照明係にして、もう1台でこう、ガーッと取ってですね、あの、取ったと。で、あの、それでは、俺はいい絵が撮れたなと思って、帰ってきたんだよ。 で、帰ってきて、まあ、その日の夜は、そのロシアのチャーターで密造酒のウォッカ飲んで寝てたら、そしたら、その日の夜、いきなり夜中に目が覚めて体が震えて止まんないと。で、涙がボロ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 出てくるんだとで。で、なんでってデルトロが聞いたら、いや、タイタニック本当にあったんだよ。って語るんだよね。あの、ロシ一緒に潜ったロシア人たちは、あの窓の中から人が見てる気がするって言ってた。 で俺はそんなの気にしなかったんだ。まあ、迷信深いなというふうに思ったんだけども、まあ、ガラスだからそんなふうに光が反射することもあるだろう。人が見,あの見てる気がするというのもなんかそういうふうな気がするだろうけども、今になってそれは気持ちがわかると。あいつら気持ちがあると。あそこに勇敢な人も卑怯な人もみんないたんだよ。タイタニックが沈むときには勇敢な振る舞いをした立派な人もいっぱいいたし、卑怯な振る舞いをした嫌な奴もいっぱいいたと。でもそいつらは 全部まだあそこにいるんだっていうふうに言ったんだよね。で、俺らは何してたんだと思俺らは、その彼らの、その勇敢な奴らの、卑怯な奴らのお墓の上で、いいものが取れたとか、このショットはこっちから取ればよかったというふうに大騒ぎしてたんだよ。人の墓の上で俺たちは大騒ぎしてたんだよっていうふうに、キャメロンはね、デルトロに行ったんだって。で、デルトロは、まあそれを聞いたらキャメロンの気持ち分かって、 いやもうな、もともと俺はね、あの、お前が小さい映画なんか作るはずがないと思ったよとこれからはお前のこと絶対信用しない。<laughs> お前がなんか小さい映画作りたいって言ったら、それは次の映画、史上最大の良さの映画になるという意味だっていうふうに言い返したんですけどね。で、そのふうにデルトロが混ぜ返したらキャメロンは、タイタニックを舞台にしたラブストーリーじゃダメなんだと。そうじゃなくて、本当にあったタイタニックを、 本当にそこに人がいたんだっていうふうに思ってもらわないとこれダメなんだよっていうふうに言ったんだ。そこから映画タイタニックというのは始まったと。えー、キャメロンの冒険ですね。ここから先あの、後半限定でまだ話が続きます。えー、まだまだ無料は続きますのでですね、お付き合いください。一回ちょっと <laughs>、休憩でお茶飲むね。 いやあちょっと休憩しようデルトロいいよね <laughs> いい味してるよね、うん、さてさああんまりねあのここで休憩長くすると本当に今日は大変なことになっちゃうから キャメロン話だけで40分話したよね。ここからはあの本編の、えー、映画の説明しますけども、先週の金曜ロードショーではですね、あの、えー、なんだっけ、壁陽のハートっていうふうに言われた新あの、ダイヤモンドあったよね。 あの、ローズが婚約者からもらったハートがどん青いダイヤモンド。あれはあの、青き海の心っていうですね、吹き替えになってた。まあ、キオのハートよりはね、分かりやすいよね。耳で聞いて、とりあえず理解、吹き替えだから理解しなきゃいけないので、青き海の心、心の方が分かりやすいと思います。で、前半ね、氷山衝突までやろうかと思ったんですけども、金曜ロードショーを実際に見たら、ただ単にあの、二人のラブシーンの直前ですか、単にあの、車の中に、あの、 ローズと、なんだろうな、あの、ジャックがイチャイチャするあたりで終わっちゃったんですけども、あの、ここからですね、あの、映画の後半のですね、解説をします。まずですね、押さえとかなきゃいけないのがですね、そもそもなんでタイタニックは衝突したのかですね。まあ、理由一、増速していたですね。 あの、氷山がいっぱい出てるっていうのは分かってたんですけどもですね、夜はだからそういう時は止まってるのは当たり前ですよ。あの実際にタイタニック以外の船は大体その日の夜ですね、4月14日の夜はですね、止まってたんですよね。海の上で止まって氷山衝突しないようにしてたんですけど、タイタニックだけはですね、ほとんど最高速にあの近い速度であの航行してたんですよね。で、なんでその増速してたのかっていうとね、タイタニック号って初公開だったんだよね。 で、初公開の時って、あの、石炭で動く蒸気タービン船って最高速度出しやすいんだよ。っていうのは、石炭って炉の中で燃やすじゃん。で、燃えかすをまた、あの、かき集めて新しい石炭入れて、石炭入れてってやるから、どんな風にしても、あの、石炭炉の中、かまどの中っていうのは、石炭のくずが壁にこびりついていて、だん,だん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 ね、燃焼温度が下がっちゃうし、燃焼効率も悪くなるんだって。なので、 石炭を積んでいる、あの、船の場合、昔の軍艦なんかもそうだよね。もうね、初航海、諸女航海の時が最高速度を出す。一番のチャンス。一番で唯一のチャンスなんだよね。なので、あの、まあ、何日も天気が良かったというふうなことがあったので、タイタニック号は速度を上げていた。二つ目ですね、無線警告を無視。これもよく言われたんです、ってることなんだけども、<laughs> 氷山の警告いくつもあったんだけどもね、タイタニックね、あの、その、あの、まあまあ割と無視しちゃったんだよね。で、えー、近くにいたですね、あのカリフォルニア号の警告が、えー、無線ってね、あの不便なもんで、遠くの無線は小さく、音が小さく聞くんだ。だからボリュームいっぱい上げて他のところと通信しなきゃいけない。で、近くにいる船のはです、ね、めちゃくちゃでかく聞こえるんだよね。 で、タイタニック号の無線室っていうのは当時の船の中の無線に全部同じなんだけども、実は船の設備じゃないんだよ。イタリアのマルコーニ社あの、マルコーニってあの、無線を発明した人ね。無線通信を発明したマルコーニが作ったマルコーニ社っていう会社が世界中の無線を独占販売していた時代があって、船の中にある無線室っていうのはそのマルコーニ社の運営だったんだよね。だから船の,あの一部じゃなかったんだよ。で、マルコーニ社の無線っていうのは当時何に使われたのかというと、 船同士の連絡にほとんど使ってないんだよ。そうじゃなくて、お客さんから一件いくらで通信を受けおってたんだよ。だから、あの、無線連絡というのの、そのほとんどが、あの、月曜日に着くぞとか、水曜日に着くぞとか、株がいくらになったら、じゃあ買えとか、じゃあ売れっていう、お客さんの無線ばっか扱ってたんだよ。その中でたまに船同士の通信もあって、それはマルコ二社がいわゆる行為で受け取って、それを船長に渡すというようなことをやったんだ。だから、 あのマルコニ社の無線っていうのは大体アメリカかイギリスか途中の中継点の船だよね。遠い船に対して無線を打ったり無線を聞いたりしてたから感度は一番上げてたんだよ。 で、そうやって、誕生日メッセージとか、あとなんか愛の囁きとか、あと株の売れとか買いとかっていう、もう本当にね、山のようにね、あの、注文が来るんだよね。お客さんから無線の注文で、その間から、めちゃくちゃでかい音で近くの船から、はい、氷山発見また氷山発見はい、こっちの方からも氷山発見っていうのが出て、あまりにうるさくて、うるさい、黙れっていう風に、無線士が言っちゃったんだよね。もうこれも記録残ってるんだ。 で、それで近くのカリフォルニア号が起こって、無線係がもうあの電源落としてベッドに入って寝ちゃったと。で、これのおかげでタイタニック号が沈没した時にカリフォルニア号ってわずかあの1時間の距離にいた。だからもしカリフォルニア号来たら多分ね、タイタニックの乗客ほとんど助かってたんだよね。救助間に合ったんだけども、聞こえなかった。その理由は無線士たちがまず別枠で船の所属じゃなかったということと、 だからまあ、あの、じゃあ無戦士の責任か、そうじゃないんだよね。タイタニック号の所属じゃないから。ただ単にマルコン2社が行為でやってる船、船同士のや、や、連絡だったんだから。まあそういう事情があった。あとね、氷山が見えなかった。あの、高さ15メートルの見張り台はあるんだけども、双眼鏡がなかったと。これはあの、双眼鏡を入れているロッカーの鍵を持っている航海士が、 あのたまたま「タイタニック」が寄った港で降りてしまってまたのもう一回乗ってこなかったとっいうだけのそんだけのしょうもない理由なんだけどもそれのおかげで双眼鏡のロッカーが開かなくてでまたね「タイタニック」号って豪華客船だから双眼鏡のねロッカーも豪華なんだよ <laughs> だから壊すのがもったいないのでまあいいかっていうふうなことで双眼鏡なしでやったんだよねで,でその日の夜はあのもう本当に波がないぐらい静かだったと。 ね、波がないくらい静かっていうことは氷山が見えないってことなんだ。氷山って夜発見するときって、氷山の根元の水面近くの氷山に当たってる波で氷山発見ってわかるんだよね。それだけが白いから。夜でもわかるくらい白いから。だから波がない夜っていうのは安全に見えるんだけども、氷山が見えない。双眼鏡もないし、そんな状態だったと。四つ目、火事が効かない。これね、あの、 衝突した瞬間に、その時にブリッジにいた一等航海士ってすごいできるやつだった。できるやつだったから運が悪かったんだけども、衝突がした瞬間に舵を左いっぱいに切って、で、スクリューを逆転させてるんだよね。あ、まあ、衝突、直前だ。直前に舵を左に切ってスクリューを逆転してるんだけども、タイタニック号って、ちょっとこれプラモデルの方使うね。ああ、壊れそうで嫌だな。 三つスクリューあるのわかるかなでね、左右のスクリューが推進用なんだ。真ん中のスクリューが方向を変えるようだというふうに、まあまあまあ思っておいてください。で、このでかい舵を、この真ん中のスクリューで動かしてる水流がダメになって方向を変えるんだけども、タイタニック号って巨大なボイラーあるじゃん。それででっかいエンジン動,動いてたよね、映画の中で。でっかいエンジンはこの左右のやつなんで。で、 この左右のエンジンを動かした高圧の蒸気を次はあのタービンエンジンに回して真ん中用のですね、あのスクリューを回すんだよ、ね。つまり、この二つ両側の前へ進むためのあのスクリューと真ん中のスクリューは別のエンジンで動いてたんだよね。で、氷山にぶつかった瞬間に全力交代って言った、言ったわけだ。全力交代させるためにはこいつのギアを切り替えなきゃいけないって。エンジンを エンジン自体を逆転させなきゃいけないんだ。自動車とかとは違うんだよな。エンジン自体を逆転させなきゃいけないんで、一時的にエンジン一回止まるんだよ。で、止まってから逆転するんだけども、その高圧蒸気が、この真ん中のエンジン用にですね、もう一回流れるまで止まっちゃうんだよね。だから、火事を切ってた時、実はこの真ん中のスクリューって止まりっぱなしだったんだって。そういう理由があってですね、 タイタニック号って左に舵をいっぱいに来たのになかなか曲がらなかった。それはそのタイタニック号が持っている合理性っていうのかな。まず高速に海を渡ると。方向転換っていうのは港についてタグボートに押したり引いたりしてもらえばいいやっていうふうなことであまり海の上で細かい動きをするようになってなかったんだ。エンジン自体が巨大なエンジンは左右のスクリューを回すためのものだって真ん中はその余った蒸気を使って 動かすためのものだからどうしても方向転換する時とか、まあ、特にエンジンを逆転させた時なんか一時的に真ん中のスクリューが止まってしまうその時に舵を切っちゃったから舵が効かなかったわけだよねということでですね11時40分タイタニック号は氷山に衝突しますじゃあ次ねごめんなもうこんなオタク話ばっかりでなぜ沈没したのか衝突したのは分かったけども なんで沈没したのか。まず、リベットが外れて浸水。あのね、金属船、全部で金属、全部金属で作るような船が出現してから、まあ、軍艦で出現したのはね、あのー、もうまだ30年ぐらいしか経ってないんだよね。っていうのは、あのー、ペリーが裏側、日本で裏側に来たですね、あのサスケ花号というのがあるじゃん。あれ1853年。 に作られたんんだだけど、まだ木造なで、グレートイースタン号というのは1958年にできるんだけど、これ全金属製なんだけど、もう形がサスケ花号と同じで、本当に昔の反船の形してるんだよ。で、あの旅行ブームがあったから、えー、客船はどん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 大型化してたんだけども、全金属製の、あの、船っていうのはタイタニック が出現ししたたりで、ようやっと誕生してきたもんだだから作り方がよく分かってなかった。で、船の作り方、当時の船の作り方っていうのはリベット打ちって言って、あの、リベットって何かっていうと、鉄と鉄くっつけるときに溶接でつけるんじゃないんだよね。そうじゃなくて重ね合わせて穴開けて、そこにホッチキスの玉みたいなの入れて、これを両側からなんか熱して、まあ熱したリベットを両側からガンガンガンと蒸気ハンマーで打って潰すと。 そういうふうにして、ホッチヒスで止めるみたいにして、鉄板と鉄板を止めていく手法をリベット打ちっていうんだけども、ところがね、タイタニック号って、この平面部分、この平面部分は機械のリベット打ちができるんだけどさ、この先っぽの部分あるじゃん。この先っぽってね、実に複雑な曲線なんだよね。で、この曲線って蒸気ハンマーが使えないんだよ。蒸気ハンマーが使えないから、 平面部分は鋼鉄のリベットで蒸気ハンマーで機械の力でガンガンガンって締めることができるんだけど曲線部分って鋼鉄よりもずっと柔らかくて脆い連鉄というやつで連鉄というやつであの手で持ったハンマーで熟練子が叩いて潰していかなきゃいけないつまり弱いんだよねホッチキスのなんだろうな騰いホッチキスで止まってる前に 真ん中に比べて、前後の曲線部分って、細い針の短いほっちきして、か落ちして、ちょん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 って止まってるようなイメージだと思って。それでもね、あの、強度的に計算したら十分だったんだよ。で、ところがね、あの、連鉄のリベットっていうのは、氷点下で粘り気を失って、鉄の粘り気を失って折れやすくなると。これをね、低温税制、低温税制、低温でもろくなる性質、ね、って言うんだよ。これあの、 僕が知ってる低温税制の具体例は、えー、バンダイの子会社のポピーというところがですね、昭和40年代にマジンガー Z の超音機の金というのを発売したんだよね。で超音機で発売して、後にそれがあのコレクターアイテムになって、すごい値段上がっていったんだけどもで、日本中のおもちゃ屋さんで、えー、超合金ないか超合金ないかってコレクターが探しまくったんだけども、北海道の,の見つかった、倉庫で見つかった超合金がほとんどボロボロになってたんだよ。 なんでかっていうと、北海道の倉庫にしまれていた、えー、マジンガットの超合金って、この低温税制で、ほんのちょっとした振動で、バラ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 崩れちゃったんだよねそう。金属っていうのは、特に合金っていうのは、低温で崩れる性質があって、それをなんかまあ、あの、強化するためにいろんな素材があるんだけども、北海道の冬ぐらいで崩れちゃうんだよ。で、 あの、タイタニックが当時、その、走っていたですね、氷山のある海っていうのは、まあ、塩水だからね、零下になっちゃうんだよね。0度で凍るんじゃなくて、マイナス2度以下で凍るんだよ。で、ちょうどマイナス2度ぐらいだったらしいんだよね。そうすると低温税制でリベットが脆くなって、もうほとんど、なんだろうな、ホッチキスというよりは、なんか茹ですぎた細いパスタで、あの、段ボールをこう塗ってるようなものなんだよね。もう本当にね、プツプツプツ。 ずっと氷山に当たった瞬間に底の部分が剥がれてしまったらしいんだよね。で、まあタイタニックの左側面にはですね、えー、あ右側面だ右舷の側面にはですね、長さ60メートルぐらいの裂け目ができちゃったとで、このリベットの脆さが発見されたっていうのは第二次大戦の時だ。第二次大戦に同じような作り方をした船がなぜか寒い地方に航海に行くと、どん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 沈むと。あの2700隻ぐらいアメリカで。 作ったリバティ船って言われるその貨物船の、まあまあ、あの、造船所で作ったやつがあるんだけど、そのうちの船隻でトラブルが起こってですね、あの、1割以上が沈没してしまったという事件があって、内地に対戦の時に初めて調査が入って、リベットがこんなに危険だ。税制、あの低温税制というのはこんな恐ろしいのが分かったので、タイタニックのことは全く分かんなかったんだよね。で、しかし、リベットが外れても実際にタイタニック号が60メートルのね、この、叫めっていったよね。 ただそのけ目自体はもう本当何センチだったんだよ。だタイタニック号に開いた穴っていうのは全部合わせても、あの、面積にすると1.1平方メートル。マンホールの穴より、あの、小さい穴しか開いてないんだよ。そこから水が入ってタイタニック号は沈んじゃったと。で、まあまあなんでじゃあそんな小さいけ目に沈んだのか。この二つ目だよね。核壁 E が不作動。ですね。あの、火薬庫は火事、 前回話してるんでした、カヤックは火事で水密隔壁が歪んでたんだけども、おかげでね、ちょっとこれ断面図ね。タイタニックの <laughs> でかすぎる断面図なんだけども、運が悪いことにね、この、あの、この2つのボイラーの間に石炭庫あるんだけども、この位置が火事だったんです。 で、ここが火事で、まあまあ、金属が弱くなっているところに、ここがガリガリガリと裂けて裂け目が入っちゃったんでですね、この防水扉が閉まらないまま、両側に水が入っちゃったんだよね。で、頭からここまで5つのブロックに全部水が入っちゃったので、タイタニック号は頭だけが重くなって、だん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 ,だん前に傾いて沈み出したと。こういう流れになってたんだよな。いやもう本当にね、大変だったみたいよ。大変だったみたいよ。 あと、しょうもないで由だけど、窓が開いてたと。あの、船がね、さっきも言ったようにですね、一時逆転かけて停止させたわけでそうすると、乗ってる客たちはみんな何があったんだって窓を開けちゃうわけだ。で、窓を開けたら、そこから15分後に船長から対戦命令が出て、はい、皆さん救命胴衣をつけて、とにかく外へ出てください、外へ出てください、早く出てくださいっていう時に、 止まってたから窓開けたんだね、外の。窓開けたのがですね、そのまんまみんな逃げちゃったんだよ、ね。なので、タイタニックが沈んでいって、一番下のフロアから、だん,だん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 窓から水が入ってきて、それでこう沈むのが加速したと。あの、映画の時間順で見ると、えっ、ー、とですね、まあ、ようやっところで映画内の話になるんだけども、もう1時間話してるな。 ええー、まあ、船の第一区画に水が入ってきた。で、大変だ、水密ドア、いわゆる、あの、水密隔壁を閉じろランプがパパパッと、あのー、つくシーンがあって、で、次にこの、でかい巨大な扉がガーッと沈んできてしまってきてですね、水密扉が沈むというふうなシーンがですね、まあ、映画で言うと1時間40分目ぐらいにあります。で、その後船長のところに報告が入ると。 ですねでどういう状態かっていうとボイラー室が2メートル半の浸水っていうふうに言ってるでこれね船長がここにいて実はねジャックとローズがここにいるんだよ。あの できるだけジャックとローズの主観的な話にするために、こういう大事な事件があった時は必ずその場に偶然でもこの二人が言い合わせてすれ違いながらローズがその話を聞いて大変になったな、大変なことになったってわかるようになってるんだけど。まあ、うまい取り方してるんで。で、えボイラー室に2.5メートルの浸水があったで。そこで設計したアンドリューが、えー、郵便室はというふうに聞いてるんだで。郵便室もダメです。浸水してますと聞いて、 アンドリューが絶望的な表情をすると。で青写真を見せてアンドリュー技師が水が隔壁を越えて後ろの区区へ流れ込んで3等客室のある F でというふうな説明があるんだよねだから隔壁を越えて後ろへ流れ込むとで、全体の状況を説明しようと思うんだけどもえっ、ー、とですねどういう意味かっていうと、まあ、ごめんな本当に何回も何回もこういう説明になって。 裂け目はね、合計で、この紫色の箇所だよね。まあ、大きく言って4箇所。これ60メートルにわたってあるんだけども、あの、まあ、この部分が浸水して、えー、三等客室に水が入り始めた。で、核壁の B を貫通したやつで、第1ブロック、第2ブロックに水が入った。核壁 C を貫通した傷で、第2ブロック、第3ブロックに水が入った。で、ボイラー6番あたりの、これがあの、火事で燃えたところだよね。 なので、ここを貫通した時に、ここまで水が来ちゃったと。タイタニック号の水密ブロックでいうと、第1、第2、第3、第4、第5までが全部水に使えることになっちゃったわけだ。これがなんで大変なことかっていうと、あの、さっき言った設計士が、あの水は最初、あの、イチャイチャしてた例の倉庫、車があった倉庫、ここに入ってくるよね。ここまでだったら、まだ、 えー、アンドリュー、設計技師は驚かないんだけども、その上にね、メールルームって書いてるじゃん、ここ。これあの、郵便物とかを貯めどくとこなんだけど、ここまで水が来たっていうふうに言われて、アンドリューは、あ、もうダメだって顔するんだよ。それはなんでかっていうと、この赤い線あるでしょこの赤い線は喫水線で、実はタイタニック号ってこの喫水線の割とこの下、ちょうど僕はこの棒を持ってるあたり、ここまでしか海に沈んでないんだよ。ここから上は海の上に浮いてるはずなの。 ということは、いくらここの周りに穴が開こうとも、メールルームに水が入ってくるはずがないんだ。だって、水面より上だから。ところが、ここにメールルームに水が入ってきたということは、すでにもう前方傾斜が始まってるいうことなんだよね。前方傾斜が始まってるので、本来水の上にあるメールルームに水が入り出した。なので、アンドリュー設計士は、タイタニック号で、 あの、倉庫に水が入った大変なことになっているときに、最初に、郵便庫はどうかっていうふうに聞いた。郵便室はどうかとうところが、郵便室にも水が入ってますと聞いた瞬間に、彼は、実に絶望的な顔をする。実に絶望的な顔をして、図面を出して、もうダメだという。もうダメだっていうのは、あ、これもう一回使うんだ。あのね、めんどくさい話。だって本当に悪いよね。え、ここに、まあまあ、A、B、C、D で来てあるよね。これがいわゆる一等客室が使うところだ。 でこの下の EFG っていうのは三等客が使うとこだと思って。まあちょまあ違うところもあるんだけど。で、この隔壁っていうのかなこれね、あの F までしかないんだよね。水密隔壁。で、この E のここって、実はここからここまで長い廊下が繋がってんの。これあの、この E の長い廊下っていうのは、 えーとスコットランド通りっていうふうに言われてるんですけど乗員が便利に使えるように高速で移動できるように前から後ろまで本当はそんなことやっちゃいけないんだけど一本の通路を作ったんだよねなのでこのメールルーまで水が来ちゃったらいずれはもう G デッキまで水来てるわけだからあの E デッキまで水が来るとそうするといくらここに隔壁があってもこの長いスコットランド通路を通って水がどん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 後ろの方に流れていって いくら窓を閉めてもここから先防衛してもスコットランド通路を通って、えー、後ろの方まで水が入ってくるのはもう止められないともうこれで沈んでしまうことが確定だっていうふうに設計士のアンドリー設計士だから船を沈まないように作ったんだよでも万全のつもりで作ったんだけどもまさかこんな前方に傾いてそれでなんかあの 5つのブロックが全部浸水して傾いて沈み出すなんてことを想定しなかったんだよね。まあ、それでですね、えー、タイタニックが沈むというのがわかるわけだよね。で、まあ、タイタニックが沈むと長くて1時間か2時間っていうですね、時間まで言います。えー、で、えー、危険を知らせようと。これをですね、まあ,あの、まあ、あの、聞いてたですね、ジャックとローズはもうこの船は危ないというふうなことでお母さんたちの部屋に行きます。 まあ自分たちがこう隠れてた、イチャイチャしてた、相引きしてた。そんな事実はもうどうでもいい。この船が危機なんだってことを説明しようとしていたんですけども、しかしですね、その場で、まあ、怒っていた婚約者のキャルとですね、船員に逮捕されてしまいます。ですね。で、逮捕されて、あの、ジャックはね、宝石を盗んだっていう濡れ着に着せられるんだけども、でっち上げだっていう時、この時のキャルの驚きの表情、 この時まだ信じようとしてるんだよ。ところが、その、ジャックがその時にたまたま羽織っていたコートっていうのが、実はその、しばらく前に、えー、っとね、一等客室に忍び込むために、あの、デッキの上で駒を回していた少年っていうのがいたじゃん。あの駒を回していた少年のお父さんのコートを椅子から拝借してたままなんだよね。えー、っと、ハロルドさんだったかな。なんかそれでですね、 え、ライアンさんだ。ライアンさんのコート借りたもので。で、ライアンさんのコートです。盗難届が出てます。というふうなことで、一気に信じられなくなってしまう。このローズの表情ね。もう信じてないじゃん。こっちは目合わせてるんで。ちゃんと目合わせてるんだけども、あの、信じてくれるだろうと言われても、もう目を合わせることができない表情になってしまっているわけだよね。で、えー、ーデッキに連れて行かれてですね。 え、スチュアードの部屋でですね、手錠をかけられるわけだ、ね。で、もう手錠をかけられてカメラが外側へ回ると、もう実は E デッキの近くにまでですね、水が来ていると。もうすぐさっき言ったスコットランド通路にですね、水が入ってきてしまう。非常事態が近づいてきているという意味です。で、ついにですね、ここからタイタニック号はどん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 沈没していくことになります。えー、船長から命令されてですね、客室担当は、す、え、べ、ー、ての客室に をですね、叩き起こして救命胴衣を着けさせます。もう夜中1 0時過ぎてるからね。で、避難指示します。さっきも言ったように、この時に窓を開けっぱなしだった人が結構いたので、沈没が早くなっちゃったと。で、一等客は A ッキ甲板に案内されて、しかし担当客は途中の階段で待ってろというふうに言われます。ですね。まあ、このあたり。 だよねえー、無線で、無線室でですね、船長が、えー、CQD だというふう言うんですよ。CQD というのは Call to Quarters Qu Distress.Call to Quarters というのは、えー、とりあえず無線を、えー、受信してくれてる全区局へという意味なんですけども、我遭難せり Distress というもそういうので、えー、遭難信号を出します。で、一等客は、えー、まあ、あの、 案内してるんだけども、とりあえずまあ、船に乗る準備をしてくださいと、あの、ボート、ボートに乗る準備をしてくださいって言ってるんだけども、まあ皆さんまだ救命胴衣をつけてる人もいればつけてない人もいる。で寒いから、これ最初はみんなちゃんと、あの、看板に出てくれたんだけども、みんな命令聞かなくて、どん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 中へ入ってお酒を飲み出す。その間で三参客は、この階段に並ばされると。全然助けは来てくれないというような状態になりました。で、 実はこの時すでにタイタニックは信号用のロケット弾を上げてるんだよね。で、ロケット弾を上げて全貌が明らかになるんだけども、前の方が傾いてて、もう前の窓が全部沈んでるような状況になってきてるんだよね。で、よいしょ。えー、E デッキですね。ジャックの閉じ込められた部屋は、あんどんどん水が上がってきてるんだよね。で、 えー、ここから加速してですね、タイタニックが沈めてきます。さっき言ったスコットランド通路に水が入って、船の後ろにまでどんどんどん水が行ってしまってるからですね。で、ローズのお母さんがボートに乗るシーンだけども、二頭の,の女性とかね、下品で嫌いなモリーとかがいたので、まあ、あの、お母さん不満だったんだけども、しかしローズにですね、ボートは半分しかないのよっていうふに言われて、マジ切れされて、しぶしぶ従いました。で、あの、ここでローズが、 乗客は2200人いるのに、ボートには1200人しか乗れない。みんな助からないと思ってるのは、映画上の嘘なんですよね。実はね、あの、多分、この映画の中で、割とあの、乗組員も、一等の乗客の男性たちも、紳士的に振る舞ってたのは、沈んでも大丈夫だと思ったからなん、ね、あの、救命ボートが半分しかなくても大丈夫だと思ってたんだよ、ね。なんでかっていうと、そもそもその、豪華船の,の救命ボートっていうのは、 全員乗って、なんだろうな、助かるために行くようなもんじゃないんだよ。あの、豪華客船でと、それも金属船でもそうなんだけども、普通ね、沈没するのに何日かかかるんだって。少なくとも24時間はかかると。で、あの、この前の事故で、あの、全金属船のリパブリック号が沈んだ時に、1909年に世界初の 全金属船、レパブリック号。まあ、タイタニック号と同じだよね。それが海上で衝突事故を起こして、船がもう本当にぐっちゃぐちゃに崩れたんだよ。それで沈没した時もね、沈没するまで36時間かかったんだって。で、36時間かかったから、その、救命ボートの数がたなくても関係ないんだよ。近くに船なんか無線で連絡したらいっぱいいるから来て、で、その船とピストン輸送するんだよね。 で、ピストン輸送するから、実はその乗客全員分じゃなくて、ある程度の数があれば、ピストン輸送で助かるんだよ。現にこのリバーブック号って、全員助かってるんだよ。乗員も乗客も。だから、船が一般的に沈むのは、タイタニック号のおかげですぐに沈むっていうのが急に知られるようになったんだけど、それまでは何日もかけて沈むもんだから、 で、タイタニック号も周りに船がいっぱいいたからさ、で、現にかなり遠くの船が4時間かけて来てくれたんだけども、まあ、でほ、他の船も6時間から何時間ぐらいかけて来てくれるんだ。で、こんぐらい沈まないのが当たり前だったから、ピストン輸送で他の船に乗れるはずだったんだよ。だから、ローズが船が少ないから、その、みんな助かるはずがないっていうのは、この映画の中でのフィクションなんだ。ちょっと嘘をついてるわけだね。まあまあドラマとして盛り上げてるわけ。 なんだよね。で、ローズはですね、ボートに乗らないことを決意します。お母さんだけを乗せて、で、さよならお母様っていうようなシーン。映画スタートから1時間57分22秒。ほとんど2時間。で、えー、これあの、映画全体でどういう位置かっていうと、ごめんね、もうすぐ終わります、無料。えー、シドフィールドっていう人がシナリオ理論の本を出してるんだけども、まあ、後で紹介します。 えー、メジャーな映画っていうのは3幕構造でできてるんですよ。大体どんな映画も、あの、3幕構造でできてるんだけど、全体尺を、まあ、大体120分ぐらいとしたら、第1幕は30分、第2幕は1時間、第3幕は30分、大体これでできてると。第1幕は状況説明、つまり登場人物の紹介とラストに向けての動機づけ。なんで、第2幕は葛藤なんだけど、葛藤で書いてるんだけどまあ、クライマックスの盛り上がりだと思って、で、この中間にミッドポイントがある。 で、えー、第3幕は解決って書いてあるけど、まあ、つまりクライマックスの盛り上がりのことだね。ここで30分。スターウォーズも、アナと雪の女王も、スタンドバイミーも、全部この3幕構造でできてます。もう調べてください。みんな、自分であの、書いてみればわかるよ。で、日本のアニメ映画も、もうほぼこの構造でできていると。あのー、で、映画の構造とか評論に興味ある人は、この図だよね。この3幕構造で好きな映画を当てはめて考えてみてくれれば、本当にね、 あの、時間見ながらやったら真ん中辺で何かが起こるし、最初から30分あたりのちょっと前で、あの、プロットポイント1っていうことで、主人公が何かこうしなければいけないという劇的な欲求を持つっていう事件が起こって、で、第2幕のラストのところでプロットポイント2っていうのがある。で、タイタニックの衝突があったのがちょうどこの真ん中あたりなんだ。大きい転換点があるところね。で、 えー、タイタニック号というのは3時間2分、あ時間7分ある映画だから、まあ、187分だろうね。で、ちょうど中間の95分から98分目、あの、1時間半あたりでジャックとローズが結ばれる。で、キャルはローズの裏切りを知る。氷山に衝突して、ですね。事件が立て続けに起こる。これがミッドポイントだよね。まあ、つまり、えー、全体の転換点。で、えーまあ プロットポイント1が、船から飛び降りようとするローズを救うというあたりと、まあ、あの、あとローズに自分の絵を見せて、で、君は将来馬にまたがるような女になるんだっていうあたりが、まあ、この第1幕の劇的欲求だと思ってください。で、えー、第2幕は、こっから先、実は、あの、ローズは、あ、これ、さよならお母様のポイント、ここら辺ね、えー、138分あたり。 えー、さよならお母様と言って、ここでは船が衝突して、その時に、ジャックが宝石を盗んだと疑いをかけられ、逮捕させ、されて、その時にローズはジャックのことを信じきれなかったと。でも、やっぱり信じようということで、さよならお母様って言って、船に残ることを選んで、ここからジャックを助けに行こうとするっていうのが、あの、第2幕後半の展開になっていくわけです。 ね。まあ自殺から助けられたローズがジャックから君は女のに、ま、女にまたがるような人だと言われて、船長は引退記念に最高速を出すっていうのがプロットポイント1。ね、で、第2幕はこの後半は延々、えー、ローズはジャックを信じきれない。で、その結果ローズはその責任を取るためにジャックを一人救いに行くっていう、こういう転換点になってるわけなんだよな。あの で、えー、第三幕っていうのはどの辺からこう始まるのかっていうと、あの、ボートの避難について大混乱が起こって、甲板は大混乱で、ついに、あの、船員は銃を撃って、威嚇射撃をすると。階級社会が崩れていくあたりがこの第三幕になってるんだよ。で、第三幕のこのプロットポイント2で、救命ボートを降りるローズ。これね、あの、ジャックと、あの、婚約者のキャル。二人がかりで、 君はボートに乗れっていうふうに説得されてボートに乗るあのローズだったんだけど、いや、そうじゃない。私は守られる女じゃない。私は自分でいき方を決める女だと、自分から船を、あの、ボートを降りるシーンがあって、これがプロットポイント2になってるんだよね。あの、守られるべき若い、あの弱い女っていうのを自ら否定して、ボートから飛び降りる。ですね。ジャックの、まあ、あの、先に乗って行ってくれよっていう言葉に逆らって、第1幕の、 君は自分の生きたいように生きる人なんだ。と生きる方を決めれる人なという言葉に従ったわけだよね。だから、あの、自分の命をかけてジャックを助けて、第2幕の構成っていうのは。で、おまけに第3幕になるとジャックの言葉に逆らって、じゃ、かつてジャックが言ってくれた自分になるために戦うっていう。まあ、そういうような展開になってます。えー、飛び降りたローズは、この後、あの、ジャックとシーデッキ階段の下だよね。つまり、あの、 えー、大階段の時計の下で再び出会って固く抱き合うと。それでまあ、それはね、全部のラスト。一番最後の夢の世界でラスト、ジャックとローズが出会う場所でもあるんだけども、まあ、ここまででね、まだね、140分ぐらいなんだよね。で、ここからラストまでまだ30分ある。30分以上あって何があったのか。ローズはなぜラストであんな夢を見たのか。ね。なぜ青き海の心という、 あのダイヤモンドを大、えー、西洋に捨てたのか、落としたのかですね。お疲れ様でした。えー、今日無料はここまでです、えー。ここから続きは限定で話しますのでですね。えー、タイタニック解説終わりです。お疲れ様でした。いや、アンケート出してくれ。<laughs> まだ無料なんだよ、今日はもうね。もう、今日はしょうがない。えー まだ半分ぐらいですね全体の <laughs> やばいな <laughs> はいよいしょじゃああのお願いします <laughs> はいあ,ありがとうございます <laughs> 説明直ってすみませんこれでもねものすごいね削って落としたんですよねえー、限定ではここから先キャメロンの話にもう一回戻ってディカプリオの話になって で、予算がなくなってきて偉いことになって、で、こっから先は後半の映画の展開の話、プロットポイント2に行って、ラストの謎解き、時計の謎解きという,ふうな感じになります。ですね、プレミアムはまあ、あの、適当になんか雑談をしようと思います。えー、じゃあですね、あの、予告してた通りですね、切り抜き動画の説明だけ無料で最後やっときますね。 あの、岡田敏夫ゼミではですね、切り抜き動画をですね、黙認することにしました。まあ、あの、基本的には、ひろゆきがやってるのと同じようなもんで、ひろゆきが説明している、あの、アベマプライムのですね、あの、アベマひろゆきで検索したら割と出てきますので、それをなんか見てください。えー、黙認なんですよね、まあ。つまり、このゼミの無料動画の部分を切り抜いて、あの、勝手に編集して出しても、まあ、まあ、僕はまあ、あの、黙認しますよという意味ですよね。で、対象は岡田敏夫 YouTube チャンネルで、 無料公開している動画ですね。えー、限定動画とかプレミアム動画は対象外ですから気をつけてください。えー、YouTube 切り抜きチャンネル運営申請フォームっていうのですね、あの、出てます。あの、もう作りました。で、えー、動画の説明文にあの、URL を記載してますのでですね、それからの登録が必要なので、あの、すでに、もうこれあの、始めちゃってる人もいるかもしれませんけど、なる早いで登録をしてください。よろしくお願いします。で、えー、これのですね、切り取り動画を作った人への配分はですね、 ひろゆきの会社のガジェット通信というところは手数料をあ,のあらかじめ点引き引くんですけどもそれ残ったお金をですね、僕と半分半分にしますだから皆さんのところに半分僕のところに半分という形でまあ、山分けしましょうということですよね半分個ですね、えー、すごく大事な注意があります有料動画ですねさっきも話した限定とかプレミアムの切り抜きがあった場合 えー、見つけ次第ですね。ひろゆきの会社が見つけ次第動画の削除及び一定期間の全収益の剥奪等ペナルティが発生すると。これひろゆきのやつも同じだそうです。ひろゆきがするなと言ってることをしたらですね、えー、その動画の削除して及び一定期間その動画の全収益の剥奪のペナルティっていうのをやってるそうです。えで、多分これが以後の標準になると思うので、あの気をつけてください。えー ま、あ、それはあの、チャンネルによってこれをするなっていうのは違うんですけど、うちの場合は、有料動画とかプレミアム動画をするなってことですね。で、あと、期間限定でですね、あの、無料公開している有料動画。例えば、この間までの、あの、あの、大原さんとの対談動画ですね。あれは期間限定でやってたんですけども、それもですね、同時に、限定に当たる部分はですね、NG です。無料部分は、あの、ずーっと無料で公開してるところは多いんです。OK なんですけども、あの、この1週間に限って無料で全部公開してやってるやつは、 無料期間内でもですね、やっちゃダメです。無料部分。いつも無料でやってる部分だけしかしないようにしてください。あの、動画の説明文にですね、その旨、ね、あの、大体毎回書くのをですね、えー、ちゃんと確認してください。で、あとですね、あの、これもですね、ひろゆきの会社のルールだそうですけども、いろんな動画を切り抜いてるチャンネルで、岡田敏夫のですね、専用チャンネルではない場合は NG です。ということです。どういう意味かっていうとですね、あの、 えー、僕はいろんな人の動画をの切り抜きやってます。このチャンネルで自分がすでに持っている登録者に対して岡田さんのチャンネルの切り抜きをやりたいっていうのはダメです。そうではなくて岡田司夫チャンネルを切り抜く専用のチャンネルを作ってくださいということなんですね。でこれなんでかっていうとですね、あの、なんだろうな、そ,その人のチャンネルで切り抜いてる他のクリエイターとのですね、金銭トラブルというのが考えられるためにですね、 ひろゆきの会社ではですね、統一でやってるルールだそうです。つまり、ひろゆきの動画を切り抜きを取る場合は、他の切り取るあのクリエイターの人と別チャンネルを作ってくださいということです。これもあの、ひろゆきの会社の申請フォームのところで割と細かく説明してます。なので、すでに他のクリエイターの切り抜きをやってる場合はですね、専用の、岡田強専用のサブチャンネルを作ってください。で、え最後、一番大事な部分ですね、性的な表現やそれを 暗示するような、示唆するようなタイトルとか、サムネイルの、えー、作るのはですね、絶対に謹慎します。あの、特にね、ジブリとディズニーね、めっちゃくちゃ厳しいんですよ。これ本当にね、みんな気をつけた方がいいです。これで僕は削除になった例をいくつも見ていますけども、サムネとか匂わせたくなるんですよ。どうしても。 あの、だから、本当は、あの、これは、こんなになんかこう、エロがあったとかっていうふうに言いたくなるんですけども、これをね、やると、一発で削除されるので、気をつけてください。サムネとタイトル、特に注意してください。あの、だいたいジブリにしてもディズニーにしても、ホームブがチェックするのは、そういう文章的なもんですからですね。なので、そこはね、気をつけてください。えー、で、 TikTok 等の YouTube 以外のプラットフォームでの切り抜グ活動に関しては、これも同じく黙認します。僕は知ったこっちゃありませんから、やりたければいろいろ考えてみてください。えー、質問通信はガジェット通信クリエイターネットワークの事務局ですね。あの、メールアドレスが今多分ここら辺に出てるでしょうから、<laughs> あの、それはあの、動画の概要欄に書いておきますからですね、そこにあの、問い合わせしてください。で、あの、僕がね、おすすめでやってくれると嬉しいことは、 英語圏向けにですね、あの、英語吹き替えすでにしてあるジブリの、えー、動画あるじゃないですか。これあの、再生リストありますから、それ見て英語圏向けに作ってくれること。あと、英語字幕が付いている最近の特集会ですね。これ近日中にリストを公開しますので、海外向け用にですね、ちょっと作ってみてください。で、あとね、切り抜きね、あの、やってみようと思う人は、あの、悪いこと言わないからアーカイブに入った方がいいですよ。田かずはアーカイブね。あの、 YouTube でもなく、うんと、ニコ生でもない、岡田市アーカイブっていうのがあるんですけど、それ入った方がいいと思います。なんでかってアーカイブだったら過去の動画をキーワード検索できるんですよ。この動画どこでやってるんだろうっていうことで、僕の動画ものすごい多いですから、あれキーワード検索しないと絶対無理だと思うし、あとね、それぞれの2時間近い講座がほとんどね、文字起こしされてるので、あの、2時間の動画を5分でチェックすることができるんですね。だから、あの、切り抜きや、 やろうと思っている人は別に強制ではないんですけど、アーカイブ入ることを僕は強くお勧めします。で僕としては、あの、みんなが好き勝手して、面白くして、で、あの、まあ、このコロナというですね、あの、不安定な状況下の中ですね、ちょっとあの、自分のお小遣いになっているお金を稼ぐ方向を見つけてくれたら嬉しいです。あ僕と半々ですしですね、頑張ってください。質問があればですね、ガジェット通信までですね、送ってください。 えー、で、次回の告知なんですけども、あの、5月16日はですね、お休みです。<laughs> あの、えー、もうあの、3ヶ月に1回休み取ることにしてるのでですね、5月16日、次回の、えー、ゼミはお休みです。で、5月23日はサイコパスの人生相談ですね。あの、サイコパスの人生相談、採用者は今月は、なぜかあの、チャージマン兼のパロディの、 ステッカーを作ってみたくなったのです。まあ、今度こう、拡大してみせますけど、これ差し上げますのでですね、5月23日最後まで人生相談あるので、相談フォームの方ですね、お便りフォームの方からですね、皆さんの相談質問を受け付けてます。えー、じゃあここで、あの、限定切り替えましょうか、えー。それではですね、1時間半無料で話しましたので、ここから限定でも最低1時間ぐらい話すことになると思います。ではでは、限定切り替えてください。 岡田敏夫の YouTube を見てくれてありがとうございます。えー、毎晩ですね、大体夜の7時ぐらいにあの新作動画を配信していますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではではよろしく。